はい、こんにちは。まーちゃんねる前原です。はい、今日はですね、こちらのベイブレードバーストのランダムブースターボリューム8。これをですね、4箱を開封していきたいなと思います。はい。じゃあ、開けていこうか。うん。とりあえず、このレアのシェルターレグルス。うん。これ狙っていきましょうか。そうね。せーの、ドン。で、これは見ないように取る。うん、はい。中身が何でしょうか。あ、ブレイスラグナルクだ。ブレイスラグナルクだね。うん。シェルターレグルス、お願いします。キラデスサイザー。キラデスサイザー、うん、お願いします。打ってない。なんだ、硬い。よいしょ。あれ、あー、同じだ。ブレザーナルクだ。してください。あー、何、キラデスサイザー。嘘でしょ。マジかよ。まるっきりかぶり。はい、では今回出たベイ見ていきましょう。まず私が出たのはこちらのブレイズラグナルクトリプルリボルブですね。はい、これがダブりました。はい、全く同じものが僕2つ出ましたね。うん、でこっちはステッカー貼ってないです。はい、はい、これもなかなかいいかな。うん、エイジン君が出たのはこちらですね。キラーデスサイザークォーターループ。そうだね。うん、はい、でこちらも全く同じものがダブってしまいました。はい、すごいかっこいいよ。そうだよね。うん、白っていいね。うん、すごいいい感じ。骨っぽい。おお、尻髪に、ね。早速じゃあ対決でいきましょう。僕はブレイズラグナルクでいきます。はい、僕がキラーデスサイザーでいきます。3、2、1、ゴー。さあ、おっとっとっと、もうちょっとでオーバーだったけど、惜しかった。あれ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 、この微妙な展開になってしまったぞ。あ、負けちゃった。3、2、1、よしよしよし、反対行け、反対。いや、絶対だな。カマリだけ気をつけないと。カマリ当たれ。今回は両方ともドライバーがあれだね、うるさい系だね。そうだね。微妙、また微妙な争い。イエイ、負けだ。3、2、1、よし。おー、いいね、いいね。おおっしゃー、クリバーストしちゃった。僕はベイを変えてストリックゴットガルクに 6VRP にします。お、じゃあ僕はキラデスサイザークォーターループにします。はい、T2 は5セット。そうだね、ストライクだからあれだよね。おっと、よっ、あ、やばい、これはリブトきた。まだかな。あー、やれた。よし、3、2、1、オッケー。おっと、危ねえ。意外とね、キラデスサイザー。あ、ロックが弱いから。ああ、お、3、2、1、オッケー。よし、おお、危ない危ない危ない。リブトこい。はい、じゃあ最後に無限ベイスタジアム使いましょう。はい、真ん中にはこのストライクゴッドバルキリーの無限、はい、これに対してブレイズラグナルクとキラデスサイザーで挑みましょう。はい、3、2、1、押して。あー、あっという間に3、2、1、押して。いけ。おー、両側で挟んで追い出したぞ。あー、あー、とっ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 と。3、2、1、押して。おっしゃー、マット。あとはパパとエイちゃんと勝負に来る。あ、負けた。3、2、1、押して。よし、よし、追い出したぞ。マット、マット、あー、とっ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 と。あー、負けちゃった。はい、ということで今回はベイブレードバーストのランダムブースターボリューム8はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタンと高評価お願いします。そして今日は友達にも教えてあげてください。そしてチャンネル登録もよろしくね。ということで、シェルターレグルス出ませんでしたので、これはまたリベンジしたいなと思います。はい、まだ売ってればいいんだけどね。うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。